本当に痛い。え？本当に痛い。意味がない。意味がない。それ。それじゃあ必死が受けて。いやいやいや、びっくりした。必死が受けて、それ。あ、でも必死は受けたい。必死受けたいでしょ。僕はもう大丈夫です。でも動画でずっと見てたやつよ。サブちゃんね、ガキ使とか。ガキ使って出てる人だよ。え、じゃあ必死は握り石なしでやろう。え、なんでですか。関係ないからね。マジか。せっかく来ていただいてるから。誰かっぽい、せっかり。あ、背高い。背高い。確かに。やばいやばい、マジっすか。いや、やばいやばいやばい。はい、はい、お願いします。うわー、マジかー、やばっ。必死、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 握り石、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 どうぞどうぞ、握り石、必死。効かない。効く、効く、効くから、効くから、やってみ、やってみ。どうどうどう、効かない、効かない、効かないか。あー、こんな痛いんだ。ということで、はい、グッズが出ました。よいしょ、久々だね。そうなのよ、またなんかデザインしたのも作るんですけど、一回ロゴのものがなんか結構古かったじゃないですか。確かに、ちゃんと出したのと、まあなんかロゴを使ったいろんなものが出たので、うん、めっちゃいい。え、個人的にこれめっちゃ使いたいなっていう。懐かしいよね、バンカーリングで。ちょっともうこれ使おうかな。これよくね。え、いいか。個人的に黒いきたいな。じゃあこれの宣伝めっちゃ頑張る。いや、めっちゃ頑張る。毎日やってじゃん、親善大使として、うん、この黒のバンカーリング親善大使大使としてやらせて。でもどうしよう、ここにこうでいいんじゃない。ちゃい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 、こっちで。もう本当につけてる。もうつけた。うん、つけてない。つけてるって。つけちゃってる。なに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 、つけちゃってるって。やばいって。なになに、こんなん見たことない。びっくりした。何？二重で。いいよ、二重にやって。そんな付け方、そんな有効かな、それ。ある分には悪くない。両方でできないの？両方の指とかで。あー、メリケンサックみたいに。そうだね。こういう状態だよね。あ、でも悪くない。悪くない、悪くない。いや、全然取れない、取れない。取れなすぎる。あ、悪くない、悪くなくない。2個買いましょう。そこから携帯を取ろうとしてみて。めんどいだろ、こう。全然ここは全然なるってなっちゃうね。だからね、スマホケース、これも昔ね、同じやつ。これ、ここがちょっと凍ってる。あとスマホのケース、カードケースとか、うんうんうん、マスクもね、ありまして、うん、クッションもこれ初めてだよね。初めてですよね。え、これ普通に俺家持って帰っていい。あとこれね、充電器。充電器よくない。え、そんなちっちゃかったっけ。え、めっちゃいいじゃん。あと何、指輪。いや、違います違います。指3本で指輪的なやつ。いや、コップ知らなかったんだ。コップか、まあ指輪か。これめっちゃいいじゃん。まあ、あと T シャツね。あとなんかこう子供用の服も。あとこれエプロンもあるよ。このロゴのやつのグッズ揃うのちょっと嬉しいな。そう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 。まあちょっと意外と出てなかったので。ずっと使ってるロゴだからね。はい、ぜひ、はい、撮ってみてください。よろしくお願いします。普通に使いやすいかなっていう、まあ僕らのファンであることを公言してさえいれば。公言してないだったら誰でも使えるでしょ。あんま使わん方がいいと思う。もう三つ編みボンドってなっちゃってるから。これはいやいや全然、アイドモ T シャツとかの方が紛れ込ませれるっていう、ね、そうそうそう、バレない。俺らなんか2年前ぐらいから紛れ込まそうとしてたからね。そう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 。だから三つ編みボンド好きなってなっちゃう。大丈夫だよって、気づかれないこともできるよってやつだけど、うんうん、ここはもう、俺はもう気づかれるのなんで、もうファンですって言ってる人とか、うん、もうファンだし、別に、でてか別に一人暮らしだし、みたいな。だったら人は、いや、一人暮らしじゃなくて別に、シェアハウスの人でもやってほしい。もうやってほしいけど、できるなら。だってもうバンカーリングなんてもう、スマホについちゃってるわけだからね。まあそうだね。うん、もう俺もう、だから水溜りボンドだからかな。嬉しいんだよ、ね。まあ、そうだよね。俺らは別にこれ続けるじゃん。俺水溜りボンドだから嬉しいのかな。俺だってこれで昨日普通に外歩いてなんかバレて、なんでバレたのかな、こう顔刺されるこれ着てた。あ、それ着てたら水溜りボンドよ。さすがにこれ着てたらそうだ。俺それ着ててコンビニ行ったけど気づかれんかった、うん、だから一番好きな YouTuber は水溜りボンドだろうね、これを買ってくれる人。いや、だいぶ絞るよ。だいぶ絞ったところの勝負になってくるけどね。まあでも、そのくらいだろうね。になってきてるわけだから。これとかめっちゃいいけど、
いやまあでもそこは需要がさらに絞られるんだよ。水溜りボンドめっちゃ好きだし子供いるし子供がその大きさっていう、めっちゃいい。水溜りボンド好きな子供が着れるからこれみんな買ってください、うん、本当に。で年齢層的にはでもさ小さい子がいる人も多いんだなみたいな。うんうん、うん、それは実際そうだと思う。その逆だよね、その小さい子のファンはいないからさ。小さい子のファンってもうもはやそれが行き過ぎて小さい子がいる人たちがファンなのよ今俺らは。だからもう年齢層どんどん上がってきてる。だって俺らの年齢が上がってんだから。田淵が結婚するぐらいだからね。そういうことだよ。時間経ってたなっていうね。それはねみんなちょっと疲れてクッションとか買うわいや疲れて買うわけない。かわいいから買ってんの。硬い椅子に座ってた子たちもまあ、え俺らじゃあ何十年後かさ杖とかやってんの。あそうだろうね。おからがらとかキャップじゃなくてこういうやつになってきてんだ、うん、あの筆子が無人島に。あそうそう筆子の帽子。筆子の帽子ね。これは UV カットなんだ。 UV カットでおじいさん、おじいさんね。おじいさんね。おしゃれだったらいいんだけど、必死 おじいさんになっちゃった。おじいさんになっあれだって、あれしかなかったわけじゃないもんね。あれは無人島行くために買いました。そうだよね。UV カットだから本気で来ちゃってる。本気で来ちゃって、ああなっちゃった。よかったな、ね。ライン出してくんだろうね、いつか。それはそうだよ、だからあの腹巻き。ロゴも大きくなってくだろうね、見えるように。ゲートボールセット。売るだろうね、やっぱり。確かに。お年玉入れ。ああ、いいね。子供にそれ入れてみんな渡すわけでしょ。そうそうそう。で下の層にも普及してもらったね。そうね。落とした前でとかもうでももうちょっと現実味あるでしょ。渡すぐらいでしょ。うん。うん、そうだよね。確かに。だから水溜りボンドというチームに所属してるかもしれない。ね。それで大切だな。それですごいよね。そういうのやってこうよ。確かに俺もだから宅配とかを配るときなんかお金直で渡すよりも こういうしっかり。あいいじゃん。水溜りボンド。水溜りボンドやっぱしっかりしてるなって。トミードンペリは。俺がドンペリを出すってこと。トミーシャンパン。トミーシャンパンを俺が作って作ってるかもしれない。酒出すのはどっち？亀泉出したいんだよね俺。うまそうでトミーが。3日前ぐらいに事務所に言った。もうじゃあそろそろ発売だ。早いだろ。早いだろ。酒なめんなよ。いろいろ許可とかもあるだろ。でも今の15歳とかの子たちが買いたいのって何なんだろう。酒は飲めないんだっけ？酒飲めない。飲めないです。ダメです。なんだろう。グラさんとかバカにしてるもんバカにしてんのかなってグラさんかけてんの15歳で。だって俺ら香川で何言ってたと思う。どんぶりだよやばいやばいよね。若い子に普及する気ないどんぶり売ってるやつが。家庭がある人しか買わないよそりゃ。あと売れたし。ああそうだよね。だからどんぶりが売れる世界線でやってる。面白いよな、どんぶり売ってる人たち。いけ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 マスク、マスク返して。いけ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 。これマスクどこですか。聞こえた。これ聞こえてる。聞こえてる。いけ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 よし行け、よし。いざ。大丈夫だ。よしこっちだ、よし。やー。ねえ、何して？落ち着いて。これやめて。やばい目してるってポテト。使えなくなっちゃったじゃん。見て本当に。洗濯洗濯。すごい日常。本当にダメだよね。何？本当にダメだ。で、いい良さそうだ。ああ大丈夫なお水温。ダメだよ。ダメ。いやわかんない。もうわかんないわかんない。こういうのが一番難しい。なんで？あれに乗ってスーッとかはいけない。ちょっとちょっともうインカメだから入ってるから。けんけんとね。いけると思う？いけると思う？ちょっと水温確認していい？マジの危なかったら。あ、大丈夫。いけると思う？どっちだと思う？え、どうやって行こうとしてる？あの昔のガンジス川。ああ、じゃあ対岸までちょっと行って。行くよマジで。頼むわ。
ねえ、ちょっと待って、なんで濡れてんの、なんで濡れてんの、どういうこと、どういうこと、どうえ、成功して濡れるパターンあんの、ちょっとちょっと待って、どういうこと、どういうこと、落ちた、なんで、え、今成功してたよ、ちゃんとやった、え、なんで成功して失敗パターン、沈みつついっちゃったから、なら落ちたかったわ、成功したと思ったのに、もう本当に、ちょっと別にいいけど、本当にいいけど、ダメだった、もうこれは不誠実だよ、いけいけ、本当によくない、ハラハラさん、本当にこいつ以上の思いをした、すいませんでした、やばい、もうやばい目で見られてるわ、何が、俺どうやって帰んの、いや、面白い、知らない、それ衣装だよ、やっぱなんか中途半端だわ、一回止めよう、止めないと人の目が怖い、you